駿河屋の通信販売でスエイティフギアーツトランクスも購入。値段は、です。2012年5月26日発売されたものですが、なぜ今頃になって購入したわけとは。同シリーズトランクスプレミアムカラーエディションを持っているが、自分の目で違いを確かめたいため、比較的安い価格で販売していたため、限定だと保護梱包材があるはずだが、送られたものはない。どうやら駿河屋は梱包材がないのが基本らしい。あまり開封はしていないようだ。元所有者がわざわざ貼ったのか、ブリスターにテープが貼ってある。剥がしたらテープの跡がついてしまった。本体から取説まで全て揃っている。本体の腰部分と鞘に保護シートが残っている。剣に塗装剥がれがある。スーパーサイヤ人トランクスの頭部だが、色褪せなのか裏側は色が薄い。通常の頭部には黒っぽい汚れと色褪せがある。本体動作不具合なし。総合評価は普通です。外箱なし、汚れ、塗装剥がれがマイナス点でした。一般的な大きさの箱のサイズです。エフェクトパーツはないので箱に厚みはありません。ロゴマークはドラゴンボール界です。内容物はご覧の通りです。フギュアをそのまま箱から出した状態、大きさは約135ミリ。交換用頭部が1つ、交換用顔で普通が3つ、スーパーサイヤ人が3つと言いたいところですが、取説見ても交換用顔に番号がついていません。そこで独自に番号を付け、取説をコピーし、番号を付けした自分の性格上、原子にペンなどを用い、メモ書きをしたくないためである。ということで再度掲載。右が7つ、左が5つ、豊富な手首です。その他のパーツとして、鞘、剣、絵が付属。首径は3ミリです。手首5番または13番に剣を持たせることができます。胴体とベルトを鞘で挟み込むようにして背中に取り付けます。また鞘に絵を差し込むことができます。トランクスの剣をコルド大王に渡し殺そうとしたが、左手で剣を受け止めた様子です。コルド大王の命乞いも虚しく、あっさり退治をしたトランクスでした。ちなみに、剣に両面テープを固定していました。地球に到着した悟空にトランクスは正体を打ち明ける。悟空がスーパーサイヤ人化して、トランクス自身もスーパーサイヤ人化できることを見せた。ちなみに顔6はプレミアムカラーエディションにはないパーツです。同じく122話からです。悟空に心臓病の薬を渡し、未来トランクスの両親はブルマとベジータと判明する。ちなみに右手首7はプレミアムカラーエディションにはないパーツです。駿河屋通販で購入した中古トランクスですが、いくらで買ったのでしょう。さあ、みんなで考えよう。平成24年5月にプレミアムバンダイ限定で販売していた時は税抜き3800円でした。外箱なしで汚れ、体色がやや目立つ普通の状態のトランクスは税込みでいくらで売られていたのでしょう。答えは税込み7500円でした。前回のフリーザが12500円だったので、今回合わせてちょうど2万円となる。今回はトランクスが更新しました。ちなみに今回のトランクスとトランクスプレミアムカラーエディションとの違いの動画はまた別で作成の予定です。